藤川天さん、今回何やると思いますか？なんか免許1のテスト英検4級の問題を用意しました。空所補充、会話の返事、正常、どうでした？なんとなく、なんとなくって、はぁ、違う席、D に動かす、ホールは、ホール知らないのかよ、マジかよ。はい、遅刻してきました。はい、いやー、45分ぐらい遅刻してきましたね。はい、すいません。まあ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 、生配信がだってさ、6時からあるから、5時にしたら間に合ってこないだろうなと思ったんで、4時にしましたからね。ほら、で、4時にしないと絶対間に合わないと思ってたんで。はい、藤川天さん、はい、めっちゃお金ないのにリーバイスって、これ、何年前のさ、はい、さてやってまいりまして、今回もうこんなに遅刻してきてるので、早くやんなきゃいけないんで、毎回あなた遅刻してめちゃめちゃ損してるって知らないと思いますけど、はい、すいません。出演料を用意してる回、毎回遅刻してくるのでそうなんですよ、あなた毎回もらえてないんですね、実は。はい、残念でございました。はい、本当ですか？本当だよ、だって企業案件の時とかもがっつり遅刻してきちゃったから、うん、もったいない。はい、さあ、そんな藤川天さんが今回何やると思いますか？なんかの抜き打ちのテストとか。何抜き打ちでやりますか？え、わかんないです。いつもそう、なんかそういう感じだった。いつもそんな感じなんですけど、そう、横で溶かせ、横で溶かせがうるさいんで。横で溶かせ、そう、だからいつも問題をね、こうやって解いて、こうだったとかって感想を聞いても意味がないみたいなことをいっぱい言ってくんですよ、視聴者が。どうせ嘘なんだからって言ってね。そう、だから今回はですね、英検4級の問題を用意しました。だってもう4級からだ、5級からだって言って、4級もできないだろう、5級もできないだろうっていう声がいっぱい来るので、はい、本当かどうか、本当にできないのか、ちょっと見ます。じゃあやってもらいます。なんでこれ結構やるの時間かかる。あ、ちなみに4級は英作文ありませんので、英作文のやつは並べ替えて正常英作文になりますので、ここに丸つけてっていいので、パッと解いてください。はい、はい、ちゃんと、まあ、35分ぐらいだったかな、試験時間は。ただ私もう2駅ぐらいで終わったんで、電車の中で、はい、それぐらいで解ける、それぐらいのレベルの問題です。ああ、で、問題は著作権は見せられませんが、こんな感じだったっていうのと、正答率を。でもうリスニングをやる時間はないので、45分遅刻してきたので、すいません。はい、リーディングを今からやっていただきたいと思います。空所補充、会話の返事、正常、ドッはい、で、読解の方がいわゆる広告みたいなの見るやつ、ダブルパッセージ、なんかメールのやり取りかなと、普通の読みですね。はい、やってください。タイム終わりました。5分ちょっとですね、5分半ぐらい。急いで、あ、すいません。医学部受験です。英検4級でそんな書かないで。どっかに入りましたね。13分14分ですね。さあ、最後のタイム。はい、わかりました。はい、やってみた感想はどうですか？まあ、24分ですね。はい、わかりましたが、どうでした？なんとも、ちょっとなんとなくって、なんとも言えない、なんとも言えない。いや、だってさすがに4級で、3級と4級も全然違いますからね、レベルがね。難しいのとかあった？なんか知らない単語とか。知らない単語、知らない文法とか。まあ、最後が文法問題なんで、3問文法問題ですけど、ノーコメントですか？いや、ちょっと、問題してや、問題してないか。問題してほしい。はい、じゃあまあまあいいや、もう、はい。じゃあ1問目、はい。ティケット、合ってますよ、もちろん。はい。はい、トレインですから、トレインティケット。はい。意味は？電車のチケット。うん、知らないのとかないですね、大丈夫ですね。はい。1番なんですか？これ。うん。コート？うん。3は？ウォレット？うん。あの、財布とか。とかじゃねえ。財布知らない。ブラッシュ？うん、何ですか？ブラシ？そうそうそう、すごく。2番、travel。はい、合ってます。どういう意味ですか？旅行？トラベル。旅行するですね。する。動詞ですか、はい、これ。travel around。1は？スタンド。はい、意味。あ、意味。
スタンドってスタンドじゃないんですか。何スタンドって。なんかジョジョ。動詞でしょ、これ。動詞立つ。はい、2番リーブ。移動する。はあれ違ったっけ。リーブ。ちょっと後で出てきてたでしょ、しかもこれ別の問題に。この辺に。そうそうそう、いたでしょ。どうも。はい、動かす。違うか。出発する。はい、3番フォールは。フォール。フォール知らないのかよ。マジかよ、思ったより単語知らないじゃないか。違うな。穴なんですか、フォール。動詞ですよ。動詞なのに穴とかないでしょ、動詞に。何でしたっけ。本気で言ってんの。フォール。あなただって中学英単語完璧にしたって言ったじゃん。はい、はい、じゃねえよ。こんなの小学生でも知ってる単語だよ。ファファじゃねえよ。フォールは。そんなんだから何回も何回もフォールするんだよ。落ちるですね。はい、いやマジで知らないの。言われてみれば。言われてみればじゃない。もうさすがに、いや3級のは分かんないだろうなと思ったけど、4級は分かると思ってたわ。はい、次は She is a festival なんですか。フェスティバルって何ですか。祭り。彼女は祭りなんですか。あ、違います。あ、メンバー。はい、そうですね、間違いですね、メンバー。4番 You should lose a hat。 lose ってどういう意味ですか。負ける。帽子を負けるですか。今何番。4番ですか。あ、当たり前でしょ、だってもう丸付けしてるから見えるじゃん、そんなことを考えたって。4番。でも Wear はどういう意味ですか。着る。うん、そうですね、身につける。シュートは。あ、ここか。シュート、こことか言ってる場合じゃない。シュートは何だっけ。あー、信じられない。全く勉強してないじゃん、絶対絶対勉強してないじゃん。勉強してるって言ってたのに本当に分かんない。シュッとシュッと何詞ですか。やっぱね、中学単語やってないんで、ね、どう動詞。動詞じゃないですね。はい、動詞だったら動詞2個並んじゃいますよ。形容詞なんだっけ。助動詞です。もう覚えてください、助動詞は。はい、意味はシュッとの、ちょっと意味は、やばい、すべきもわかんない。だからね、ルーズこれなくすですから。 You should lose a hat ですから、帽子なくすべきだよっていう。次、後ろなんて書いてますか。 Cut the vegetable。 どういう意味ですか。野菜を切る。はい、野菜を切るのに plate、 plate って何ですか。皿。皿ですね。あなた野菜を切るときに皿を使うんですか。皿で切るんですか。3番なんですか。ナイフ。そうですね、はい。2番はラジオ。ラジオなんか、もうえ、ラディオです。発音は何度も言いますけど。6番、後ろに Her clothes、 服が来てますね。服を取るのは Arrive を選んでますか。 Arrive の意味は Arrive、 Arrive、 はい、おいおい、 Arrive の意味は。やっぱり中1、2の単語も無理なんだよな。やばいでしょ、ライブつくですよ。しかも自動車が後ろに目的を取れないし。はい、だからどれですか。違います。うるさい、携帯が。すいません。服をどうするんですか。3番、チェンジ、変える。そうですね、服を変える。だって雨濡れたって言ったんだから。なんか微妙にプラクティスにも線引いてるし、プラクティスってどういう意味ですか。あ、待ってよ。プラクティスは復習する。練習するですね。はい、7番、これは単語は分かりますか。問題文クイズ。そうですね、クイズがとて も有名。ポピュラー。ポピュラー有名じゃないですよ、ちなみに。あ、フェイマスか。そうです、ポピュラーは、人々。違うな、品詞の概念がないんだよね。形容詞とかが分かんないからそういう風になっちゃうんだよね。人気のあるっていう意味ですね。まあでもどっちにしろ全然違います。だって後ろのヒントが読めてないわけです。ジェームス・ボンディ。はい、どういう意味ですか。後ろに書いてあるのはアンサー・トゥ・オブ・ザ・クエスチョン。ジェームズは、うん、答える、質問を。品詞の概念が全くない。名詞を動詞で読んだりしてるから、やっぱり全然ダメだよ、無理だよ。で一問しか知らなかったって言ってるんだから、人気のあるじゃないでしょう。一問しか知らなかったんだから。ディフィカルト。そうですね、もちろんです。はい、コンファタブルはどういう意味ですか。これ何回かやってますけど、コンファタブル、はい、やばいって
頑張って、生配信に間に合わなくなっちゃう、このペースじゃ。コンフォタボー知らないが、コンフォタボーは快適なですから。はい、8番、テイカー。まあ私はあなたの3級の英作文はこれがあの質問文だったと思うんですけど、あなたは分かんなかったんだと思う。テイカームーンって、なんですか月を取る。月を取ることできるんですか川の近くの月を取るのが好きじゃないですよ。ワーク。ワーク、早く。定価ワークで散歩するです。だからおそらく英検3級の英作文の問題はこの散歩するだったと思うんですよ、出てたのは。ノートは1の。ノートはノート。メモです。はい。で、4番。これはペア。はい。は2つの。ペアです。はい。で、9は come in は来る。come in だから入る。うん、そうですね。はい。で、次は what did you? 新。はい。think はどういう意味ですか考える。はい。大丈夫ですね。think of なんとかについて考える。はい。1は？ドロー。意味は？何これどういうこと？引き分け。引き？もうマジでカタカナでしか覚えてないんだね。ドロー。動詞の情報は？うわぁ、やばい。引くとか書くも知らないわけです。3番のはい。call は？電話？そうです。動詞ですからね。4は？スペンド？はい。は？どうですか、スペンドは。バレないだけ。やばいって。お金を費やすとかも知らない。時間やお金を費やす。はい、次。トーク。ウィズ。あ、どういう意味ですか。話す。ウィズどこ行っちゃうのよ、だから。全知識訳されない、毎回。ウィズは。すいません。ウィズは。トーク、ウィズ、人ですね。なん誰々と話すです。回ってるけど。はい。次、ビル。これは、はい、意味はさっきやったじゃん。そう。どういうことなんですよ。だからさっきやっても忘れちゃうんですよ、すぐ。だから何回もやらなきゃいけないんだけど、それをやってないから、9割覚えたって言ってるけど、覚えてないからね。あの単語帳。はい。出発するです。さっきやりました。want は話す。want が話す。じゃあ、行く。want が行く。忘れる want。want。want はあれ欲しい、はい、本当欲しいです。はい、ステイは滞在する。 tell 話す、まあ、別にいいけどね。でも話すでやってるから多分いつもダメなんだけど、スタイルだけど。はい、13番文法です。ここから It isn't me。 このそのがさすの帽子です。帽子は私じゃありません。帽子は私じゃありません。帽子は人間ですか。いや、mine ですね。はい、mine。 次 was 何 to music。これはリスニング、はい、どういう文法事項ですか。 was listening だと ing だから、どういう文法事項ですか。 was listening だから過去、過去、過去形、過去進行形ですね。それから合ってても全部偶然だから。はい、最後です。 gets up early。 違います。だって後ろに段があるんですよ。段が来てるときはどういう形が来るんですか。段が来てる場合は名詞、不可及です。不可及、アズ、アリ、違います。はい、アリアが正解ですね。不可及だから。ということで15問中7問ですね。15問中なんで半分以下。英検4級の語彙と文法か、まあ、半分を切るということで、まあまあここからはもうしょうがない。会話とかもう流せないからそのまま言っちゃいますな。1、4、1、5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 、
んとなく分かってないですね。はい、そして中学レベルの並べ替え問題ですね。はい、2、2、3ということで5問中1問、まあぜひ皆さんダウンロードしてみてください。中学1、2年生の問題ですね。はい、読解問題です。と最初のこれは見ればいいだけなのに、そのままですけどね、書いてあるので 4A 両方止まってないです。次、4B が3問中2問で、 C が5問中2問ということでした。なので4級もかなりきついな。そうするとこれ次回4級受験かな。
いやもう5級だと思うよ、本当にレベルとして。受かれるのは多分5級。小学生からこう中学1年生レベルが、まあ受かれる。まあわかんないですけどね、リスニングによってはできるかもしれないけど、でもリスニングの方がやっぱ苦手なので、という感じでございます。はい。まあ倍率 1.0 倍の怖さだな。11レベルでも入れちゃうんだね。ということでございました。まあ、ただ、わかんないですから、あなたには運があるので、英作文がもし本当にあんな風に書けていたんだったら、3級は全然可能性あるので、合格できるね。はい。はい、その可能性はありますので、まあ、いよいよ3級の発表はいつだっけ？中間ぐらいの、中旬ぐらい。中旬ぐらい。はい。まあ、それまでちょっと中学単語だね。中学単語と中学文法もダメなんで、そちらをちょっと予想よりもできてなかったんで、俺の、いいですか？予定ではですよ。はい、予定では、お、やっぱ4級だったら解けるね。これで3級の合格発表楽しみになったぜだったんですけどね。よかった、早くしよう。ありがとうございました。ようちん。はい。はい。そうか、そう、ええー、はこっちのセリフだよ。